はい、ということで皆さんこんにちは、デスフリです。今日はこちら赤い電車京急電鉄について見ていこうと思います。今回は京急品川から羽田空港まで、普通電車浦賀行きがやってまいりました。今回は羽田空港まで行く快特というものに乗っていきます。今回この快特というね、種別がとってもすごかったので皆さんにご紹介したいと思います。向かい側の品川から千ヶ口方面に行く電車もやってまいりました。こちらの電車短い6両編成で浦賀駅発車いたしました。普通電車に乗るのも良いですが、今回は快特に乗っていきます。放送でも快特羽田空港行きが参りますとは放送が案内されておりますが、千ヶ口行きの列車が発車。この列車は品川駅ですね。普通品川駅と書かれております。折り返しでしょうか。さて、空港で聞くようなアナウンス、ピンポンポンポンという音がしてから羽田空港行きの電車が参りますと案内が入りました。やっせてやってきたのは快特電車です。何が来るかな。さて、やってきたのは京急の車両に乗りたかったんですが、残念ながら東映の新しい電車がやってきましたよ。こちらは東映浅草線5500系、浅草ラインと書かれておりますね。なかなかこれ面白かったので乗っていきますよ。さて、乗車していきましょう。普通京急線内は京成の車両、それから京急の車両と、東映浅草線の車両が乗り入れるわけです。今回は都営浅草線5500系に当たりました。さて、品川を発車です。ここから京急の車両、編成路線ということで、京急の車両ではない車両が京急で、本気を見せることになります。浅草線では各駅に停車していたような列車がここから本気を出すことになりますよ。といってもこの先制限があるため、40キロぐらいまで出してからすぐに速度を落とすということをします。ここが品川を出てからの醍醐味である25キロカーブ、25キロ以下でここ走ってねという放送があります。かなりのきついカーブがありますので、ここは25キロまで落とさないといけないことになっております。これももうじき解消されるとかどうとかいう話がありますが、ただいま京急品川を出まして、次に止まるのは京急蒲田駅。品川を出て次の駅は北品川です。南に向かっているのに北品川ですね。警笛を鳴らして北品川に入っていきます。ここから一気に速度を上げていきますよ。25キロ制限から40キロ制限、そして制限解除110キロ、120キロぐらいまで出せることになります。北品川を通過、ここから坂を駆け上っていきまして、次は新馬場に止まります。止まります、いや通過しますですね。失礼いたしました。新馬場を通過です。ここ出ると次は青物横丁駅。この時点で約100キロ出てないといったところでしょうか。京急電車では過密ダイヤ、そしてたくさんの列車が行き交う中での高速運転というものが見れます。信号は75キロ以下を表示。警笛を鳴らして青物横丁に進入します。この列車はここ通過いたしますよ。青物横丁の先で60キロ以下で走ってくださいねという制限があった気がします。対向車も多く行き交う中で、都営の車両は羽田空港へ向けて黙々と走っていきます。大きく右にカーブ、そして前に止まっていたこちら、先ほど普通浦賀行きとして走っていた品川で見た車両です。もうここで追い抜くことになります。さて、
サメズを先ほど通過しまして、次は立ち合い側を通過。ここからは京急も京浜東北線に沿うように走る形になります。また東海道線にも沿うような形になります。立ち合い側を警笛を鳴らして通過。次は大森海岸を通過します。この辺りも、まあ、離れてはいますが JR と並走する形になりますので、京急の速さというのを JR に見せつけなければなりません。ですのでこのように加速しまくって高速走行での運転をしているということです。新快速というよりは劣りますが、京急は関東の中でもなかなかトップスピードで走る電車だっち。その中でも特に快特という種別は羽田空港までひとっ飛びということで、飛行機より速いんじゃないかねって思うんですけども、そんなことはありません。そんなこと言いながら大森海岸を通過、次は平和島を通過します。 JR と違って駅数が多い京急ですが、停車駅の少ないこの優等種別はですね、たくさんの駅を高速で通過していくことから JR にも劣らない速さとなっております。ホームドアがついているカーブの駅ですね、平和島を通過です。もう1分以内に2個3個とたくさんの駅を通過しているわけですが、ずっと高架に入っていきまして、この状態のような高速で走れるような環境がずっと続くことになります。これは大森町大森町でしょうか。8両までしか止まりなさそうな駅でしたね。次は梅屋敷通過です。この辺りは東京都大田区、先ほど見たように75キロ以下かな、違う、点滅ですから115キロ以下で、今見えているこの緑とオレンジが75キロ以下で走ってくださいというマークになります。ここから京急蒲田に止まるにつれ、羽田空港の方に行く列車と、この品川方面に行く電車というのが分かれますから、ここで分岐も兼ねて都心ではよくある2層式の構造になります。周りにビルやマンションなどが引き締め合っている中で、このように2層式にすることで駅の面積を減らし、効率的に駅を建設することができるということです。右側に止まっているのは、こちらは京急本線の方をずっと南の方に行く路線の発着場です。京急蒲田に停車です。今止まりましたが、前に見えているポイント、分岐ですね、この分岐のまっすぐ行けば京急本線、左に行けば羽田空港の方に行くことになります。さて、じゃあここからまた発車していきます。今度前に見えている分岐器を左にカーブしていきまして、羽田空港方面へ行くことになります。まっすぐ行けば京急本線の方に行くようですよ。ここはあまり速度が出せない場所なんですけども、高架の立体交差になって平面交差で、速度が制限されてっていうことがなくなったとはいえ、まだまだこういう風に速度制限かかるのは仕方ないことということになります。今聞いていただいたから分かると思うんですけども、先ほど品川を発車した後、その次京急蒲田と駅に止まりまして、その次は羽田空港に止まります。なんとすごい種別なんでしょうか。このエアポート急行とかいうのは、ここを各駅停車として走っていくに対して、この電車快特は品川を出ると京急蒲田に止まって、その次は羽田空港第3ターミナル、国際線の方に行く、外国人観光客なんかがよく乗り降りする場所へ向かうことになります。これすごいことなんですよね。そしてここでポイントを転線して、本来鉄道は、左側通行というものが決まっておりますから、さらに左側通行して走っていくということになります。ちょっと思ったんですけど、この運転手さんね、毎回この駅で鳴らしてくれるので、とてもラッキーな運転手さんに出会ったとか思ってしまいました。さて、ここから快特の本気またまた見せることになります。先ほどの蒲田までも結構なスピード出していたんですけど、ここからも結構速度出しますよ。向かい側の電車は京急電車の車両、
この電車は東映の電車ですが、こちらも乗り入れしているということで、向かい側はルシエルという、車両でしたかな。ちょっと見えなかったので分かりませんですが、ここから速度を出していきます。モーター音が響いていきますが、おやや前には地下のようになっていますね。ここから地下に入ることになります。一旦地下に入りまして、このように下り坂を下がっていきます。すると駅が見えてきます。でそして大鳥居という駅を通過してから、またすぐに上に上がることになるんですよね。これ一旦下がってからすぐ上がってくるというまた面白い構造をしているんですが、これは途中に大きな道路がありまして、その道路を踏切で封鎖するわけにはいきませんので、それを解消するために一旦地下に潜ったというふうになっております。そしてまた浮上してきまして、次は穴守稲荷という駅を通過します。そしてまた地下に潜ります。ここからは地下区間が続きます。トンネルに入る前にも警笛を鳴らしてくれました。次は天空橋を通過します。天空橋を通過するあたりにから、この東京湾のあたりの羽田空港がある、島みたいな人工島があるんですけど、そことを、分ける川みたいな運河みたいなところを、通り過ぎていきまして、天空橋駅前に見えているこちら天空橋駅を通過します。エアポート急行なんかはここに、全部停車するんですけども、快特は、悠々と通過していきますね。天空橋なんかは、東京モデルとの乗り換え駅ともなっております。羽田空港に行くのは、東京モノレールと京急電車の2択とほぼ言われるような感じなんですけども、鉄道の場合にこのように地下間に入ってもかっ飛ばして走ってくれています。すごいですね。これが地下鉄車両の本気ということで、次は羽田空港第3ターミナルに停まります。羽田空港第3ターミナルは第1、第2ターミナルとは違いまして、少し国際線専用ということになりますので、離れたところにあるんですよね。羽田空港第3ターミナルには東京税関であったり、他のいろいろ検閲とかが行えるような施設も全部ついていく、そういう形になります。羽田空港第3ターミナルでは東京モノレールとの乗り換えも可能。しかし東京モノレールにここから乗り換えてまた東京方面浜松町に戻るという方は、まあ鉄オタじゃない限りなかなか少ないのではないかなと思っておりますが、羽田空港第3ターミナルに到着です。現在はコロナ禍の影響でですね、外国人観光客というのが、まあ、多少は、ね、増えているんですけども、観光目的というよりはビジネスとかで来る方がまあ多かったりして、あんまりたくさんの外国人の方が何を喋ってるのかわからないような言葉でここを出入りするというのが見れないのがちょっと残念ですね。そしてこの第3ターミナルを出たら、次は終点の第1、第2ターミナルに到着します。こちらは普段使っている国内線の、飛行機が発着するところになります。 JAL だったり ANA、 それから格安航空会社ピーチアビエーション、それからソラシドエアであったりスカイマークであったりとか、そういうような、いろんな海事航空会社が国内線で主に活躍している航空機が乗り入れるところでございます。ボーイング社やエアバス社、僕個人的にはエアバスの方が好きなんですけどね、まあその話はどうでもいいとして、このように円形のトンネルに入りまして、次終点に止まります。もちろん第1、第2ターミナルは、同じく東京モノレールとの乗り換えがあります。ちなみに羽田空港で働いている方々は整備場の方に行くという、働いている整備士の方なんかが新整備場の方に行くということで、東京モノレールを利用する方がやっぱり多いそうなんですけども、旅客としてはやっぱり京急の方が多いんではないかなと思っております。スターフライヤーだったりスカイマークだったり ANA JAL とかソラシドエアの共同運航便とか全部ね、こう放送で言ってくれる、すごいですよね。流暢に喋ってくれるのが、それは毎日こういう話をずっとしてるから、まあ、言いやすいんだと思うんですけども、初見で見たら何言ってるか分かんないみたいな、そんな感じです。ということで終点第1、第2ターミナルに到着します。左側にはね列車が止まっておりますが、この列車は右側に入線していきます。進路塞ぐ形で2番線に停車。ここは東端式のホームとなっておりまして、先端を見てみると、車止めがありまして、ここより先には行けないようになっております。羽田空港に到着です。ということでここまでご視聴ありがとうございました。
皆さんもね、ぜひ京急に乗ってみてはと思います。京急はやっぱり早いのもすごいんですけど、過密ダイヤでかつこのスピード感で、でいろんな種別が走ってるっていうのがやっぱり関西の新快速があると言ってもすごいなと思いました。さて今回乗った車両がこちら、都営浅草線の5500系です。赤色の帯が上に入っていまして、高級感のあるなかなかいい車両だと思いますよ。ということでここまでご視聴ありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。ではさようなら。